しょ。どうも、大地ゴルフ TV 菅原大地です。今回お送りしているゴルフ場は静岡県三島市にありますグランフィールズカントリークラブです。シリーズ第3話の今回最終話となりました。前回は13番から15番の様子をお伝えさせていただきましたが、連続3パットと OB もありトリプルボギーを打ってしまいました。この辺からね、ちょっと足がもたつき始めてます。スループレーで回っていて、ちょっと運動不足のせいか体力がなくなっております。そしてパターも入らないという、そんな状況で今回は16番から18番ホールをお届けしたいと思います。16番378ヤードパー4でございます。風は右から吹いていて、右のバンカーをね狙ってドローボール、そんなイメージです。でこの日は久々の半袖、すごく暖かかったので、なんか触れちゃってるせいか、キャリーがだいたい270、80バンバンいっちゃって、なんか飛ぶ気がするっていう、そんなモードで打っておりました。すごい。このショットもですね、非常にいい当たりで、290ヤードくらい飛んだかなといったショットになりました。そして残り80ヤードの打ち上げになります。58度のサンドウェッジで打ちます。この80ヤードは得意距離ですと思ってたんですけど、めちゃくちゃダフるというね、自分にがっくしきました。これはもう、体重のかけ方がちょっと間違ってたかなっていう感じですね。もうちょっと左にウエイトを乗せるべきだったというショットです。でこちら残り30ヤードのアプローチで、この時は意識してなかったんですが、手前から奥に向かって逆目なので、自分としては非常にいい感触のアプローチだったんですけど、逆目の分ちょっとショートしたといったところで 1.5 メートルの上りのパーパットが残りました。で同じラインで先に同伴者がですね打ってもらって、ほぼまっすぐだったので、自分もストレートで狙っております。カップど真ん中狙って打ってます。目は一応左から右なんですけどね。でもなんかフックして外れるといった感じでボギーを打ってしまいました。ティーショット良くてセカンドミスって、アプローチまあまあでパターが思った通り打ったんですけど入らないという、こういうのはストレスです。そして迎えた17番、650ヤードパー5です。650ヤード、250ヤードと200ヤード打ってもまだ200ヤード残ってるっていう、非常にハードです。まあ軽くね打ち下ろしになってはおります。風は左からややアゲンストとなっております。クラブを離しました。これはちょっと右に飛んでいってですね、この前にキャディーさんに右は OB 浅いですからねって言われてたんですけどね、一応暫定球打ち直しです。これはもう、振っちゃってます。イラッとしてるんで。ということで1打目は OB でした。こちらが第4打目、340ヤード打ち直しのティーショットは、なので打ち下ろしがあったんですけど310ヤードくらい飛んできました。左足下がりのつま先下がり3番ウッドです。ちょっとドローといったイメージですね、まあ、思った感触ではなかったんですが、うまく飛んでてくれたといった感じです。もう疲れちゃってますねこの辺は。もうでこのセカンドサードショットからのロケーションなんですけど、グリーンの奥はですね駿河湾がね、ちょっと見づらいですが駿河湾が見えて、でこういうホールロケーションはね非常にこう距離感がつかみづらいイメージですね。なんか向こうにこう飛びすぎちゃうんじゃないかといったイメージになりますが、そして残り90ヤード、ピンは左奥になります。
普通に打ちたいところなんですが、ご覧の通りフェアウェイの、あの作業の後の切れ目に入ってしまってるんで、ちょっとこう54度のアプローチウェッジで低めのライン出しといった感じです。ライナーのボールで手前10ヤードから、まあ、距離を合わせてっていったショットで、上りの6メートルのボギーパットですね。 OB ですので入ったらラッキーっていう感じですよね。 OB してボギーだったらラッキーです。ここまでちょっとパターをね外し続けてますので、自分としては思った感触で打ったんですけど、まあ思ったより切れなかったといった感じで、ね、飛ばそうってなっちゃダメです。そして迎えた最終ホール18番397ヤードパー4、やや打ち上げのミドルホールです。ちょっとねこうフェアウェイの幅は狭く感じます。フェアウェイセンターからドローで戻ってきて左サイドのフェアウェイに行きました。当たりはねあんまり良くなかったですね。で残り115ヤード打ち上げになります。でつま先下がりが結構強かったので、本来であれば50度のウェッジなんですが、ここは体の動きをねできるだけ抑えていきたいので、一つ番手を上げてピッチングでアプローチのように打ってるイメージです。これは非常に方向距離感うまく打てたと思います。 1.5 メートルのバーディーチャンスとなりました。 1.5 メートル結構近いんですが、目は右から左、傾斜も右から左、キャディーさんは2カップ右を狙ってくださいと言われましたが、私はですね1カップでしょうと思って打っております。そんなに綺麗ように見えなかったんですね。めちゃくちゃ切れます。キャディーさんの言う通りですね。キャディーさん信じましょう。後半はいいとこなしで、前半38、後半41、トータル79でこの日ラウンドしました。体力つけようって感じですね。最後に一言、ゴルフは辛いよ、でも練習あるのみです。最後にティーマーカーのお話。誕生石というこのティーマーカー、この世でただ一人、全ては自分の責任という意味で、ゴルフはうまくいくも悪くも自分の責任ということですね。撮影ゴルフ場は静岡県三島市グランフィールズカントリークラブからお送りさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。第一ゴルフ TV チャンネル登録お願いいたします。